ナターシャ・ズベリワは、ソビエト連邦、ミンスク出身の女子プロテニス選手。1988年の全仏オープン女子シングルス、準優勝者で、四大大会の女子ダブルスで、すべてのタイトルを獲得した選手である。1992年のバルセロナゴリン女子ダブルス銅メダル獲得もある。自己最高ランキングは、シングルス5位、ダブルス1位。 WTA ツアーでシングルスは4勝止まりだったが、ダブルスで80勝を記録した。右利き、バックハンドストロークは両手打ち。身長 174cm、体重 62kg。当初は英語読みのナタリア・ズベレワと名乗ったが、キャリアの途中でナターシャに改名した。1985年にプロ入り。百八十六年から、 女子国別対抗戦、フェドカップのソビエト連邦代表選手となり、1991年のソビエト連邦の崩壊まで、その位置にあった。1988年の全仏オープンで女子シングルス決勝に進出したとき、シュテフィグラフから1ゲームも奪えずに0から6、0から6で完敗した試合は有名である。女子ツアーのシングルスでは、優勝4度に対して、 準優勝が15度もあった。ナターシャ・ズベルバは四大大会の女子ダブルスで18勝を挙げ、1992年、1993年、1994年、1997年の4度に渡り、四大大会女子ダブルスの年間三冠を獲得している。初優勝は1989年の全仏オープンでシングルス決勝でグラフに 屈辱的な敗北を喫した翌年のことだった。1992年全仏オープンから1993年ウィンブルドンまで女子ダブルス6大会連続優勝の記録を受立する。1993年、1994年、1997年には全豪オープンからウィンブルドンまで年間3減少を上げながらも最後の全米オープンを落として 女子ダブルスの年間グランドスラムを逃している。最も息の合うダブルスパートナーはジジフェルナンデスで、前日の連続優勝記録はジーフェルナンデスとのコンビで樹立したものである。1997年の全豪オープンだけは、パートナーは当時16歳3ヶ月のマルチナ・ヒンギスであり、最年少女王のタンプク2巻のお膳立ての役割を果たしたが、 後の全仏オープンとウィンブルドンでは、再びジー・フェルナンデスと組んで優勝した。彼女は混合ダブルス部門でも、全豪オープンで1990年と1995年の2度、優勝がある。ズベレワは、オリンピックにも、1988年ソウル五輪、1992年バルセロナ五輪、1996年アトランタ、五輪と2000年シドニー五輪の4度出場を、 果たしている。二度目の出場だったバルセロナ五輪で、ズベレワは、レーラ・メスヒとともに、女子ダブルスの銅メダルを獲得した。シドニー五輪では、オリがバラバンシコアと組んだダブルスでベスト4に進出。準決勝で敗れた後の銅メダル決定戦で、ベルギーのドミニク・ファン・ルーストエルス・カレンズ組に6から4、4から6、1から6で敗れ2個目の銅メダルを逃した。 ズベレワの最後のダブルス優勝は2002年5月にスペイン・マドリード大会でベテランのマルチナ・ナブラチロワとコンビを組んだ時である。ナブラチロワは2000年秋から44歳にして再びダブルスに復帰したがその大先輩と組んで最後のタイトルを獲得した。同年10月下旬のチューリッヒオープン女子ダブルスでズベレワとキンバリーポーメッセイリの組は 準々決勝で、エレナド・キッチナディア・ペトロワ組に4から6、3から6で敗れた。この試合を最後に、ナターンシャ・ズベレワとキンバリーポーメッセージ、2人の選手が同時に女子プロテニス界を引退したのである。2010年、ナターンシャ・ズベレワは、ジジ・フェルナンデスと共に、国際テニス伝道入りを果たした。ありがとうございます。